この砂発見。いたいたいた。いるの。イエス。イエス。ナイスキル。あと4人6秒か。そこに 150m で味方が死んでいる。行くぞ味方たち。やれるでしょそれ。おいナイスゾンビ見せちまったか、プロゾンビ。何あの羽ばたいてる人、クリプトか。どうもロチュ TV です。本日はですね、 Apex Legends、 こちらのゲームでハロウィンモードであるファイトアフライト、戦いか恐怖かというイベントが来ています。このモードは死んだら、まあ、ゾンビのようなものになって、生存者側は残り10名になったら脱出する船が来て、そこに乗り込めば生存者側の勝ち、ゾンビ側は生存者側を全滅させるか、もしくは船に乗らせないということで勝利となるというモードになっています。このモードにはチャレンジがありまして、生存者側で脱出するというものがそこに含まれています。でゾンビ側がどんどん慣れてくると、生存者で脱出するのが難しいという方もいるんじゃないでしょうか。今回はですね、その脱出方法について解説していきます。このモードはゾンビ側でプレイすると敵が画面に赤く光って表示されて、レジェンドの位置が非常に分かりやすくなっています。なので基本的に最終局面で屋上とかにいると、かなりのゾンビがその赤いところにめがけてきます。あとはマップにドクロマークが出て、この赤いドクロマークが出ているとゾンビ側が倒されているという表示で、ゾンビの大群にですね位置を知られてしまいます。なのでですね、まあ屋上とかそういう位置はあまり強くないです。どんどんゾンビが群がってくるので、最終局面で屋上にいると囲まれて死んでしまいます。なので開けたところにいたり、まあ、建物屋上にいたりするとゾンビがどんどん寄ってきます。なのでですね、またその動画の後の方で説明するかもしれないんですけど、屋根があったり岩で覆われているそのマップの上空から赤く見えないところのポジションが強いポジションとなります。なので脱出だけを狙いたい場合は、その上空からゾンビに見られない位置にいるということがまず重要となります。でレジェンド選択については、まあ、パスファインダーがやっぱり高所を取れたら移動スキルがあるのが強い。あとオクタンも移動スキルがあるので、オクタン、ジャンプパッドとアドレナリンで早く動いていくっていうのも強いかもしれません。最後の脱出の局面については、レースの虚空とかで無敵状態になって船に乗り込んだり、まあ、あとはミラージュのですねウルト、これがですね透明化できるので、最終の船に乗り込む局面はですね、ミラージュのウルトを使って透明化して船に乗り込むことで安全に脱出することができます。なのでですね、まあ強いレジェンドとしてはパスファインダー、まあ、これが一番強力、そしてオクタンで、ミラージュ、レイスは脱出にはいいかもしれないです。あとはバンガロールとかジブラルタルも攻撃スキルがあるんで、キル数というかゾンビキルを稼ぐにはいいかもしれないですね。でゾンビのダメージは128とか150とか食らうときあって、もう2発で倒されてしまうので、シールドセルはバッテリーがない場合は持ってもいいんですけど、バッテリーある場合はあんまりいらないかもしれないです。あとグレネードの使い方としては、最終局面でテルミットを投げまくって大量にキル、ゾンビキルを稼ぐっていう面では使えたりもします。はい、ということでね、今回の動画の趣旨であるこのチャレンジを終わらせるために、レジェンド側で何としても脱出したい場合の解説をしていきます。まあ、先ほど申し上げた通り、移動スキルをあるレジェンドを使っていくのがまずいいですね。
パスファインダーとかを使って、まあ、高所を取ったり、あとはグラップリングで逃げたりして、まあ、最後まで隠れていることが大事です。もうこれはね、完全にもうチャレンジのために1回だけ勝ちたいっていう人のためのものなんですけども、まあ、本当ゾンビと戦わなくても最初はいいです。本当に隠れて、あとは人間とも戦わないようにするのが一番いいですね。であとはね、このモードは船の1台っていうのが結構あるんで、残り10名になって船がどこに出るかの運みたいなのもあって、船が遠くに出すぎると完全にゾンビ側がいるようになって全員脱出できないってこともあるんで、まあその船の位置がね、いい位置に来るまでやるっていうのもそのクリアの秘訣かもしれないです。それではですね、実際にミラージュで脱出したシーンを見ていきましょう。ここからは配信の声も入ります。ゾンビモード大事なのが、この上空から見られない位置の高所を取るっていうのが大事です。上空から見られる場合は屋根上にいるのはかなり危険です。来たでしょ、ここ神神ポジでしょ、ここ。あ、なるほどね、なるほど、なるほど。強いな、その位置な。今回は無駄な戦闘を避けよう。で、あとは本当に脱出だけしたい場合は、残り十何人になった後に対人戦はしない方がいいかもしれないです。対人戦してるとそこでゾンビに魚振られたりするんで、もう隠れてですね、最後の脱出にかけるっていうのがいいかもしれないです。イモリ、レジェンドもイモリが多いんじゃないかな、あそこにいるだろう。で、ここは天井あるからゾンビがね、来ないよ、ここ最強ですよ。ゾンビは遮蔽物あると赤点が見えないです。あと1、来た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 。あー、なるほどね、もう味方だよ。やられたんかい、早いな。頼む、最後までウルトを取らせてくれよ。俺促進剤持ってけばよかったかな。ね、船の脱出艇到着までの秒数が表示されています。なんでこの秒数結構時間経つの早いんで、これ出たら船にちょっと寄っておくことが肝心となります。船に寄っておかないと、遠すぎるともう船に乗れないで終わっちゃうんで、少しこの船に乗れるポジションを取っていきましょう。で、あとは遮蔽物意識して、まあ、例えばこの場合はもう建物内に隠れようという形になっています。まあ、アーマーがね、白アーマーの場合、ワンパンでやられた時もあって、150食らう時あるんで、もうね、一撃でも殴られたら危ないというところなんで、もう船来るまで隠れるっていうのは本当にありですね。で、あとゾンビはドア開けることはできないで、壊さないとダメなので、その壊す一瞬稼ぐためにドアを閉めてもいいです。さあ、ウィニングラン、オーケー。ほら、ゾンビ来てみろ。完全に透明だ、私は。はい、勝ち。
ということでね、まあ皆さんもチャレンジがあるので、このモードレジェンドで勝つ方が多分難しく今後なっていくんで、まあこれを参考にねやってみてください。まあ移動レジェンドを使うか、まあミラージュレイスで最後ウィニングランを悟空とかミラージュルトで決めていくっていうのがいいと思います。あとはね、上空からその赤い表示で見られないようにするっていうのも非常に大事です。ということでね、皆さんもハロウィンイベントこの方法を使って脱出してみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまたな、バイバイ。So I said no, 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 it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!